露天風呂道の区温泉は青森県西津軽郡深浦町辺な市にある温泉。希少な二酸化炭素泉で有利二酸化炭素岩有量が国内1位。吉川温泉の平家湯までは日本で最も有利二酸化炭素岩有量の高い温泉であった。その後は吉川温泉の二酸化炭素岩有量が低下しているため2014年8月現在は 道の区温泉が1位に返り咲いている。源泉温度は摂氏60度であり、毎分119リットルの湯量を源泉かけ流しである。近隣の小金崎風呂不死温泉とは湯の色が似ているために同じ成分だと誤解されがちであるが、泉質は別物である。二酸化炭素泉の特徴は 1kg の温泉水中に有利炭酸 1000mg 以上を 含むとされている。これに浸かると、体表の隅々まで炭酸ガスの気泡が付着する。抵抗線および抵抗線が比較的多く見られるが、耐熱が拡散されることにより、湯染めを気にすることもない。この栓質は、毛細血管を広げて、血圧を下げるので、心臓の湯と称され、高血圧に効くとされているが、他に適応は、運動麻痺、関節痛、筋肉痛、 打撲、動脈硬化、切り傷、冷え症、高年期障害、不妊症などとなっている。同様の泉質に大分県の長江温泉がある。これらの効能には個人差があり、必ずしも効果があるわけではない。ありがとうございます。